他ないですか？ルナのなんかおバカエピソードみたいなのあったりします？喧嘩みたいな感じになっても、もう全部自分の言葉で説明できないから、みゆちゃん、言ったってって言ってなんか想像つくその方が早く話終わるじゃん頭いいじゃん。そう、あ、頭いい、うん、喧嘩その勉強できなくても、やっぱ YouTube でここまで成り上がってる時点でやっぱ賢いは賢いですから。はい、まあそこはありますか。みゆちゃんは頭いいんですか。いや、悪いですよ、めっちゃ。いやいやいや、ちなみに、ルナが間違った問題、まあ、答え合わせして、バカだねみたいな言うんだけど、うん、こいつ、それも全部間違えてる、ルナが間違った問題、ほぼ。いや、まああんだけギャルならそりゃそうだよ。確かに、TikTok でよう回ってきますね。何、何回って、金髪のめいちゃんよう TikTok で。おーい、やめろやめろ、絶対に言うな。ギャル時代の言うな、絶対に。やだ、はい、ここに今、差し絵が流れてます。何枚も貼られた。何枚。あと2問です、数学。はい、急げ急げ急げ。速さイコール距離割る何でしょうか。これは簡単です。相談しないでみーちゃんも一応回答します。速さを出すためには距離を何かで割ります。えぇ、ちょろ。え、これ日本語。日本語じゃないかな。日本語書いて、俺は日本語ならできた。はい、行きますよ、日本語で。え、マジで。行きます。できました。はい、じゃあすいません、ハン君から回答お願いします。はい、速さイコール距離割る時間です。はい、いちいちお願いします。速さイコール距離割る長さ。何の長さでしょうか。その長さ。そのね、ヤマト君、そのです。距離の長さ、距離のどれぐらいでしょうか。それが距離なんだけど。距離かける距離。はい、ヒワ君、時間。よし。はい、じゃあ、ルナちゃん。体力。お、えぐい。人によるだろ、絶対。でも、みんな体力ないと走れない。幸せな気分になりますね。じゃあ、セイナちゃん。時間。はい、おお。じゃあ、ちなみにみーちゃんの回答お願いします。時速。はい、ということでですね、正解ハン君、ヒューガ、セイナちゃん正解です。50メートル測るときに時間必要ですもん。あ、確かに、確かに聞いたことある。すごい賢い。すごいすごい。体力っていうのはすごい良かったんですけど、そのひねりもあって、笑いもとって、時速っていうのはすごい。できれば本当にカットしてほしい。じゃあ使いましょう。はい、数学最終問題です。よっしゃ、地獄。マジ地獄抜けた。15分の66、約分してください。数学最終問題ですよ。キーパー来た来た。え、僕が書いたことない。こっち側がダメなの、マジでよくない。いきます、いつも。はい、ハン君から回答お願いします。はい、4余り6お、いました。はい、すみません、基本的に約分って言われたときは余らせないでください。余らすなよ。いちいちお願いします。5分の1。おー、まあまあまあ、すごいわ。66が1になったんだな。はい、じゃあ一応、はい、回答として、はい、受け取りました。はい、9分5。あ、もう1回。え、どういう感じ。全部戦わせて。おかしいやん。こっちに。すいません、どことどこが戦って、どこ。この6と5が戦って1残って、この6と1が戦って5が残ったから、こいつらを掛け合わせた仲間にしたら5になった。天才なのかもしれない。仲間思いですね。そうだね。じゃあルナちゃん。はい、5分の22。はい、はい、いいじゃない。次で割ったい。じゃあ、セイナちゃんお願いします。4余り6。俺同じだ。これやっぱすごいんだよ。だから正解だと思う。だけど、はい、余らないらしいよ。ダメなんですか。コウ君、回答お願いします。はい、5分の22です。ちっちゃ。あ、やったー。すごい。5分の22です。イエーイ。すげー。すごい。すごすぎるわ、それ。すごすぎるわ。ということでですね、実は、今回ですね、この数学に関してなんですけれども、高校生で習う問題は一つも入っていませんでした。これで数学終了です。